今回はドクターストーンニューワールド第8話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まった。前回のあらすじ、科学の鎮圧装備催涙弾、久しぶりの現代科学無双、始まったガスマスク進化してるのいいね、目が催涙弾とかすご、妖術扱いか、現地人美人が仲間になったぜ、力こそパワー、いよいよ秘密が明らかに、石化光線の秘密知りたい。先週の衝撃的展開からどうなるか、意地でもリアタイ。2年前、5年前とかつい最近やん、感覚麻痺。5年前ロリアマリリス、ロリリリス、そのヒゲどっから出てきた、ギャルによるおっさんのモノマネ癖強すぎる、個性的なモブおるな、船が納豆だな、宝島の住民は日本人っぽいのが多いな、逃げるんだよー、そんな小さい船でどこまで行けるんだ、こういう無謀なことする子供っているよな、当春とこの右腕と左腕、5年前でももずきりサメ全然変わらんな、最強の二人、イケボ、お前その眉毛どうなってんだ、三次か、キリサメちゃんの再生いただきました。キリサメちゃんの衣装を持ったよりえ、すごい透けてますねー、何の光、石化光線ってそんななの、え、機械とかじゃなくて投げ物なの、え、石化装置ってそういう風に使うのか、一番後ろにアマリリスは守られたのか、子供かばうなんていい子たちだわ、しっかり守ろうとするのかっこいい、ということがあったのさ、現代人のトラウマ、規模が違いすぎる、光線を使えるってどうなってんだ、石化装置は確かに存在した、ギリギリブチ、お、賢いな、ちょっと良い表情ですね、ギリギリ光線を食らわなかった、まさに間一髪じゃん、止まる光ってどうなってんのそれ、そんな光なのに手前で止まるとかあるのか、そんな明確に範囲があるものなの、すごい体験をしたねー、アマリリスちゃん、アマリリスをわざと逃したのか、石化を発生させる武器があるんだな、そういうことか、まだハニトラやるんだ、ちょろい、シポポポポンじゃねえんだよ、ハニトラ通用線、天空に色仕掛けハマは無理、ハニトラにかかるのは一人だけ、ソユーズチョロ、なんでもありありファンタジーなら終わってた、冷静な分析だ、今週の3つ、なるほど、正体見たりって感じだな、ジワルデフォルメ、いやあ、作画最高、うおーおー、ここここ。イケメン角度。科学ならこっちの土俵だぞ。ルールがあれば科学、名言のようなセリフだ。すごい可愛い断言。すごい可愛い自覚あり。選抜強制。そんなのいるわけ。戦える女子いた。ゴリコ白？私が可愛い選抜に選ばれればいい？スタンプにしてほしい。まずい顔は可愛いから選ばれる可能性がある。琥珀ちゃんなら選ばれるよ。おいひどいな。現失礼すぎる。見た目はいけるのでは？だ、黙ってれば可愛いよ。琥珀は可愛いだろ。可愛いは作れるからな。すごい科学、心理、メイク担当がみなエキスパート。ヒロイン枠なんだけど、扱いが？劇的ビフォーアフターか？ゴリラが美少女に。脱ぎ。うおーおーおお。恥じらいとか皆無。確かに脱いだりしてるのに色気ゼロだぜ。行動から変えていけ。全く恥じらいがない。そういうとこだぞ。よし、じゃないが。琥珀ちゃん素材はいいんだけどな。猫かな。琥珀のニャン成分を埋め。ラボさえあれば。移動式ラボがここで早速生きるのね。船囲まれてるやん。もう前半終了？見入ってるから15部早すぎる。石化光線の謎が解明されてきてますねー。ナチュラルボーン戦闘民族琥珀本間男前。モズ思ったより声怖いな。キリサメちゃん可愛いな。モズちゃんの声域かな。CM 見ててすでに流水とクロムが懐かしくなってる。ペルセウス号のみんなどうなるんだ。みんな石になってしまって。ああみんな？なわ。また繋がれてる。ゴリラすぎる。落ち着け。茨瀬高いよなぁ、怖。いかにもなやつ。茨の声ぴったりだ。人体だけ石化って謎だよな。あ悪そう悪そういい声だ。おじちゃん怖すぎるよ。素晴らしい悪役小物っぷり。キリサメちゃん苦労人だかわいそう。ボキー？まみった。クロムの首が、身軽だ。琥珀さんもう我慢できなくなっちゃった。きたぁ。もう見つかった。キリサメちゃんの声ほんとよ。早い強い。口
つは同じタイプのなんだな。客に目が行く。琥珀に気取らせないほどの使い手か。服が、慣れないドレスでやっぱり動きづらそう。やっぱり動きづらいか、その服。あの琥珀ちゃんが圧倒されてる？横文字は暗号になりうる。必要最低限の情報。ラボって単語を宝島の住民は知らないからな。うまい。作詞琥珀。頭の回転がバケモン。うまく話をつなげた。原稿へ軽すぎ。違う、そうじゃない。いい感じにごまかした。なるほど、いざこざに。うお。キスきたー。おっと。ぶちゅー。この顔である。どっちも顔を。おう、霧雨さんピュアだね。とんでもない音しましたけど。バキーって言ったぞ。ゴキゴキで草。キスマークついてる。芝居なのにドキドキした？届いていてくれ。瞬時に判断する流水。判断が早い？有能すぎる。よく命中させたな。当てるのすごい。蹴った。流水ほんとできるな。ああ仕事ができる流水東京好きすぎる。自分の死を確信してるのにスイカを生き残す流水さすが。勤労もセーフ？耐えた。生き残ったのもう一人いた。短い時間で状況を分析してスイカちゃんを逃がしたのね。すっげ勤労が助かっちゃった。ソロウリ。あ。しんどいここ無理？勤労ちゃんアマリリスちゃんと同じ状況なの偶然にしろすごいいいシナリオだなほんと。ずっと隠れてた？ずっとそこにいたのかよすげえな。勤労行くか？勤労活躍来るか？アホづらすぎる。ひどい扱い。リアクション。ガチャ失敗。がっかりするなよかわいそう。外れ感半端ない。みんなのショックが。勤労か。全員顔を売ってるのマジで笑う。ボスケて。ダメみたいですね。助けてほしいのはこっちだ。クソワロ。ギャグパートも面白いな。勤労頑張れー。あかん。まずい。すごいちゃんと見てる。茨マジで怖すぎる。こいつも観察眼すごいよな。終わったな。ふぅ。氷の部屋？茨でかいな。ヤギさんだった。百物語こっちにも伝わってたのか。島にヤギはいないんだね。ガラスのところといえば。スイカ。スイカがスイカに混じってる。ステルス能力高すぎる。スイカのおかげやぞ。スイカイズゴッド。銀狼もういないことにされてない？期待度スイカ銀狼。もう誰も銀狼に期待してない。お役に立ったことしかない最強キャラスイカ。スイカちゃんお役立ちの鬼だから。来た SSR スイカ。スイカの素顔は SSR よりレア率高いだろ。今後もスイカちゃんをよろしく？終わってしまった相変わらずの体感5分。もうめいっちゃ笑った。いや永久保存版の回でしたね。今週の話原作でもすっごく好きなとこだったからアニメになってさらに面白さが増してよかった。生き残り4人から現地協力者のアマリリス加入、さらに生存者の銀狼とスイカって、敵地ど真ん中の絶望的状況から少しずつ逆転の目が見えてくるの、本当に構成がうまい。スイカにジーロ SSR 演出に対して銀狼ドクッポ GGR ゲスゲスレアなのあまりにも熱い信頼。石化の原理も気になるけどスイカの謎構造が、非科学的なファンタジーすぎる。冒頭隠した上でペルセウスに忍び込んで陽動までやる。こいつ役にしか立たねえなぁ。役に立ってるとこしか見たことねえなぁ。あの状況で即座に判断を下ろし行動に移せる右京くんと流水かっこよかったです。霧雨ちゃん、二強のうちの一人って立場とかキャラとか見た目とか、ここに来てめちゃくちゃ好みのキャラが来てしまった。モズも霧雨も茨も声も演技も合いすぎてて、すっごい自然で感動。いやマジでキャラの有能描写が見てて気持ちいいのよね。割とチート気味なんだけど滑稽に見えないようになってる。予告でもう楽しい今週が終わった。いやもうタイトルが美しい科学やんけ。もう来週の見たいよ今週もありがとうございました。毎週楽しみがあるってほんと心が潤う？美しい科学かー来週も楽しみだ。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。